マンモス。マンモスに属する種の総称である。現在は全種が絶滅している。原生の像の類縁だが、直接の祖先ではない。約400万年前から1万年前頃、絶滅時期は、諸説あるまでの期間に生息していた。巨大な牙が特徴で、種類によっては、牙の長さが5.2メートルに達することもある。日本では、 シベリアと北アメリカ大陸に生息し、太く長い体毛で全身を覆われた中型のケナガマンモスが有名である。実際にはマンモスは大小数種類あり、シベリア以外のユーラシア大陸はもとよりアフリカ大陸や南アメリカ大陸に広く生息していた。特に南北アメリカ大陸に生息していたコロンビアマンモスは大型単毛で、 かつ最後まで生存していたマンモスとして有名である。最古のマンモスは、約500万から400万年前、北アフリカにおいて生まれたと考えられている。そのあらましは、およそ次の通りである。700万から600万年前に、アフリカ像族とマンモス族に分岐した。約300万から250万年前。 アフリカからヨーロッパに北上して移住する過程で、マンモスは新しい種を誕生させた。さらに、アジア、シベリアを経て、約150万年前には、北米大陸まで広がった。当時シベリアとアラスカの間に、ベーィング海峡は存在せず陸続き、ベーィング地峡だったため、自由に往来ができた。更新予末期にあたる、約4万数千年前に、 多くの大型哺乳類と共にマンモスは絶滅した。最後のマンモスは、紀元前1700年頃に東シベリアの沖合にある北極海、畜地海上のウランゲリ島で、狩猟沙汰という説が提起されている。原因は未確定であるが、有力な仮説として氷河期末期の気候変動に伴う植生の変化を原因とする説がある。約1万年前に氷河期が終わり、 高緯度地域の気温が10度程度上昇した。この温暖化以前のシベリアは乾燥した大地で、柳やイネ科の草が生息する草原が広がっていた。シベリアで発見されたマンモスの胃の内容物から、イネ科の植物がマンモスの主食であり、他に金宝外科やヨモギ類などを食べていたと推測される。ところが、温暖化に伴って湿潤化し、一年の半分は、 大量の雪が降り積もる、植物の生育に適さない大地へと変貌していった。これによりマンモスの食料となる草木が激減し、マンモスもシベリアから消えていったという推定である。その他の有力な仮説としては、人の狩猟の対象になったことを原因とするものがある。アメリカ大陸に1万年前後から人類が進出した。人類がマンモスハンティングに使用した。 クロビス石器が登場する一万千年頃と、愛前後してマンモスは、地上から姿を消し始める。シミュレーションによれば、アメリカ大陸に人類が進出して八百年ほどで、マンモスは絶滅している。子供を一度に一頭しか生まない大型動物である。マンモスは、狩猟圧に弱い動物である。また、アメリカ大陸のコロンビアマンモスの化石の検証から、伝染病説が、 最近の有力な仮説として提唱されている。これはアメリカ大陸でマンモスの化石と一緒に発見された矢尻、人間による狩猟証拠は全体で7件しかないにもかかわらず、病変とみられる大腿骨の変形が8割近くの化石で確認されていることによる。この伝染病の原因は人間が連れてきた家畜であり、そのため人類がアメリカ大陸に上陸した直後に、 マンモスは絶滅したが、決して人類の狩猟のみによって絶滅したのではないという説である。蒸気の他に、約4万年前の超新星爆発によって、絶滅したとする説も存在する。ただし、ウランゲリ島でのマンモスの絶滅については、最新の研究で人類の到達する約100年前にマンモスが絶滅していたと考えられること。 遺伝的多様性も維持されていたという調査結果から、んの緩やかな変化や狩猟によってではなく、巨大な嵐、細菌、ウイルスによる伝染病の流行といった突発的な事件によって、マンボスは絶滅したのではないかという説も出されている。2012年5月9日、英国王立協会起用に、史上最小のマンボス、肩高120センチメートル、 体重 310kg が、クレタ島で350万年前まで生息していたという研究が発表された。寒冷地に広大な森林が広がり、人石が稀なシベリアやアラスカでは、マンモス絶滅後の近世現代においても、マンモスあるいはマンモスを思わせる毛の生いた像の目撃記録がある。その中には、近代に古生物学的な研究が進み、マンモスの姿、 形が知られる以前の目撃談もある。日本でも未確認動物、いわゆる馬を取り上げた書籍で紹介されることがある。マンモスの化石はヨーロッパなどで古くから掘り出されており、該当する原生動物がいなかったことから巨人や怪物の骨であるとされてきた。例えば15世紀に発見されたマンモスの大腿骨は巨人の骨として、 ウィーンのステファン大聖堂に飾られていた。フランスの博物学者ジョルジュ・キュビエは、原生の像の骨格とこれらの化石の詳細な比較を行い、これら化石は、原生種とは全く異なる古代に絶滅した像の一種で、あると結論付け、この化石種をマンゴスと命名した。1796年、王立科学芸術協会にて、キュビエは、 原生像と化石像の種についてという題目でこの結果を発表している。ほどなく1799年にシベリアのツンドラ永久凍土から骨だけでなく肉や皮膚、体毛も残った氷漬けのマンモスが発見され、ディーカイヘルツによると肉は新鮮に見えたというキュビエの考えに強力な裏付けが得られた。シベリアで凍ったマンモスが次々と発見されたことを受け、 1860年に、ロシア科学アカデミーは、マンモスの完全な骨格を発見した者に100、ルーブルを支払う、というパンフレットを作成し、シベリアの住民に配布した。しかし、マンモスを冒涜することで呪いを受けることを恐れたり、マンモス運搬に刺激されるなどの面倒に巻き込まれる、ことを避けたりするなどの理由から、発見されても報告されることは、ほとんどなく、 破棄されてしまうなど、多くのマンモスが闇に葬られてしまった。1900年、北シベリアのベレゾフカ川西で、マンモスが発見されたという通報を受け、1901年5月3日、ロシア科学アカデミーの動物学者、オットー・ヘルツとオイゲン・ピッツェン・マイヤーラは、ペテブルク、ゲン、サンクト・ペテルブルクを出発した。鉄道で5月14日に、イルクーツクに、 6月14日に馬車と船で、ヤクーツクに9月9日に現地に到着した。マンモスは腐敗するも、残存した、頭蓋骨と地中に埋没した、下半身という半ば立ち上がった姿勢をしていた。これを運搬用に解体し、1902年2月18日に帰還した。復元された標本は、ベレゾフカのマンモスと呼ばれ、ロシア帝国皇帝。 ニコライ2世とアレクサンドラ皇后も見学した。このマンモスは腰と後ろ足の骨を骨折していた。また葉の間や胃の内容物から植物が発見され、その植生が明らかとなった。胃の中からは稲科の植物と杉が多量に出てきた。他に、極地やマイオモニ、エンドウやデイジー、金宝毛などの草やヤナギ、カバ、カラマツ、ハンノキなどの小枝も見つかっている。 これらの胃の内容ものからマンモスは広大な草原、マンモスステップ、ツンドラステップと呼ばれるに暮らしていたと考えられている。1977年、ソビート連邦、当時のシベリアにて赤ん坊マンモスの死体が掘り出された。生前の姿をほぼ完全に残した、この赤ん坊はディーマと名付けられた。ディーマは体高90センチメートル、体長120センチメートル、 生後6から12ヶ月のオスの赤ん坊であり、約4万年前に死亡したと考えられる。ディーマは、保存処理がなされた後、臓器、筋肉、脳、血液などについて、生、化学的、解剖学的調査がなされた。氷漬けのマンモスから取り出した DNA の断片を、現世像の DNA と比較することで、これらの種の遺伝的な関係を明らかにするという、 研究がなされている。また、マンモスの DNA は長い年月の間に分解され断片化しているが、完全な DNA が見つかれば、クローン技術によってマンモスを復活させることができるかもしれないと考えられている。氷漬けのマンモスから完全な DNA が残されている細胞核を取り出し、原生像の卵細胞に注入することでマンモスの復活を果たすというものである。 上述のディーマからは完全な DNA を取り出すことはできなかったが必要な DNA を得るべく氷漬けのマンモスの探索が続けられている。2007年、ロシア連邦西シベリアの北極圏を流れるユリベ川付近で約1万年前に絶命したとみられる生後1年ほどのメスの凍結マンモス、リューバがほぼ無傷の状態で見つかった。2012年には タイミル半島のエニセイガワカシにおいて、11歳の少年によって3万年前のマンモスの死骸が、良好な保存状態で発掘された。なお、2005年に、日本の愛知県で開催されていた、愛、地球博では、ロシア北東部のサハ共和国で発掘された、マンモス、地名から、ユカギルマンモスと呼ばれているの一部、牙、頭東部、 左前首都を博覧会場で展示するプロジェクトが行われていた。その後もこの、ゆかぎるマンモスは、万博閉幕後も、富士テレビ本社、東京都、2005年12月10日から2006年2月28日、愛知県体育館、愛知県名古屋市、2006年3月25日、豊橋市自然史博物館、愛知県豊橋市、2006年4月8日から6月18日、 日本科学未来館、東京都江東区、2006年7月1日から9月3日、大阪 WTC コスモタワー、現、大阪府先市庁舎、大阪府大阪市、2007年7月25日から10月8日、の5カ所で行われた各種イベントで、再度その姿を見ることができた。また、2013年には、シベリアで発掘された、マンモス。 ユカがパシフィコ横浜で開かれた特別展マンモスユカで展示公開された。近畿大学はこのユカの保存状態が良い肉片を入手しており、クローン技術を使ってマンモス体細胞の核を抜き取ってアジアゾウの卵子に移しアジアゾウの子宮で出産させる研究を進めている。日本では13点の化石が発見されている。そのうち12点が 北海道で発見され、残り1点は、島根県日本海の海底、約200メートルから引き上げられた標本である。加速器分析系による放射性炭素年代測定が行われ、8点が測定可能で得られた結果は、約4万8000年前から2万年前までであった。これらの結果から約4万年前より古い化石と、約3万年前より新しい年を示す化石に、 分けられ、約3万5千年前あたりを示す化石はなかった。マンモスに代わって、ナウマンゾウが生息していた時代ではないかと推測されている。ゾウアカに属するアフリカゾウ族、アジアゾウ族、マンモス族の三族間の類縁関係は長らく不明瞭だった。葉の特徴や初期の分子系統により、 アフリカゾウ族とマンモス族が禁煙とされたこともったが、全ミトコンドリア DNA の解析により、アジアゾウ族とマンモス族が禁煙と、ほぼ確定した。日本でよく発掘されるゾウの化石種ナウマンゾウ、ペイリアラクセドンナウマンには、マンモスとは異なるペイリアラクセドン族に分類される。学者によっては、アジアゾウと同族のエレファス族とする場合もある。 戦史時代の人類とマンモスとの関わりを示す様々な遺跡が見つかっている。フランスのルフィニャック洞窟やペシュメルル洞窟には旧石器時代に描かれたとされるマンモスの洞窟壁画が残されている。同じく旧石器時代のドイツのゲナスドルフ遺跡からはマンモスを描いた石板が発見されている。ウクライナやポーランドではマンモスの骨で作られた住居跡が発掘されている。 アメリカ合衆国のアリゾナ州からは、マンモスの化石の骨の間から、石でできた槍の穂先が見つかっている。この化石は、約1万2000年前のものと考えられ、当時マンモスが狩猟の対象となっていた証拠と、見なされている。1989年のワシントン条約によって、造毛、原生像の造毛の輸出入が禁止されたため、代替として、 永久凍土から掘り出されたマンモスの象牙が印鑑などに用いられている。しかし、マンモスの象牙と偽って、で禁止されている、現世像の象牙が密輸される事例が増えてきている。双方の象牙を区別する簡便な方法がなく、問題になっている。有志前を象徴する巨大な絶滅動物として、恐竜と並び有名であり、口日の比喩の項も参照。 多数の作品に登場する。日本の漫画、テレビアニメ、ギャーアトルズでは、原始人の宿敵かつ主食とて扱われた。外国映画では、アイスエイジなどがある。BBC 制作、プレヒストリックパークには、ケナガマンモスが登場し、パーク内で、アフリカゾウの群れに混ざって、生活を送っている。ITV 制作、プライミーバルでは、第2章第6話にコロンビアマンモスが登場し、 高速道路で暴走、無数の車を破損させ、男性一人を殺害した。その後確保され、亀裂調査センターで保護を受けている時に、センターが未来の捕食動物による襲撃を受けた際、捕食動物を牙で視察し、主要人物の危機を救った。マンボスの言葉は、巨大な、大型脳などの意を表す、説盗語のように使用されてきた。例えばマンボス校。 マンモスタンカーなどである。しかしながらマンモスは象の中において特に巨大というわけではなく、アフリカ象やインド象などの原生の象と比べても体育の差はさほどない。ただし、牙は抜きんでて巨大である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。